今把握している被害状況について説明を受けました。建物をはじめとするさまざまな被害、あるいは電力、交通等のこのインフラの状況など、幅広く説明を受けました。さらには医療ですとか、各分野における状況について、政府が把握している状況について説明を受けました。その中で、今日の朝4時30分の時点でありますが、まだ839名の方が避難されておられるということがありました。ただ避難指示等は全て解除されているということでありますので、今後は避難されている方々に対するケアが一つポイントになるのではないか、こういったやり取りも行われたところであります。こういった形で情報収集と、そして自民党側から政府に対してさまざまな指摘ですとか、対応を求めた、こういったやり取りでありました。そして、そういった情報把握をした上で、今後の自由民主党としての対応ですが、今把握した状況、さらには今後余震等も、予想される。さらには今梅雨時であり、今日明日も被災地天候が不良であるということも鑑みて、しっかりしたフォローをしていかなければならないということで、政調の中の災害対策特別委員会、今村委員長の下で、引き続き状況をフォローするとともに、適宜会議を開いて、その状況を把握に努めていく、こういった対応をしていくことを、確認をいたしました。早速今日の午前中にもですね、災害局において平場のこの議論を開いて、この広く情報共有ですとか、意見交換を行う、こういった会議を開いていこうということになっております。とりあえず今報告することは以上ですかね。はい、いいですかね。時間も入れておきます。で、今 の、 災害対策特別委員会の平場の会議は11時党本部で行うことを予定しております。今の今後のケアが重要だというようなお話がありましたが、特に今日出席された先生から具体的に何かこうもうすでに提案というか意見のようなものは役員から出てたのか。ですね、いくつかありました。この地震についてもあれは金田代理官の発言でしたが、地震についてもいろいろ特徴がある。この日本海側のこの地震、このありようというのは、過去の例を見ても、また特徴があるのではないか、そういった点もしっかり勘案しながら対応しなければいけないのではないか、などなど、あとはもう細かい、質問は随分たくさん、出ました、そういった状況でした。はい、会長、NHK 関連さん、政府への要請というか、先ほどおっしゃったそこは被災者の心のケアなどをしっかり政府にということとかですかね。具体的にどのような要請をされて、ポイントとして、まだ800人を超える方々が、避難所におられる、この方々に対する心と体のケア、これは大事であると。ですから今後の対応、被害の状況は夜が明けて、だいぶ全体把握できて、いますが、その状況を見る中で特にその避難所におられる方へのケアがポイントになるのではないか、こういったことを意見交換の中で確認をいたしました。その点を中心にしっかり対応を政府に求めていく、こういった意見はありました。こ
校長先生、もう一点森山国対委員長もお出になられてましたけども、念のためですけれども、今日は QT は予定はされてますが、特段ここは別に国会運営何かその今のやり取りの中で国会運営については全く触れた部分はありませんでした。以上です。はい。